まだ来られていないみたいだ。三谷さんに会うのも久しぶりだな。おめえなんか食うもん持ってねえか。食べ残しの握り飯ならありますけど。黙ってそれを俺によこせ。なんか酸っぱい何がおかしい。これは失礼申し遅れました。私は秋山慎五郎と申します。今は脱藩して、ちょっと待ちよ。さあどうぞ。いやー、うまかった。3日ほど何も食ってなかったんだ。お、拙者、用心棒稼業をしておる野沢龍太郎と申す。まあ、何か困ったことがあったら言ってくれ。用心棒稼業ですか。うん、一冊500両。500両しかし、このご時世、用心棒なんて成り立つんですか。成り立ってないからこの有様なんだ。ボロボロですもんね。失礼なこと言うな。これでもわしのよそ行きだ。三谷さん、ご苦労だったな。こちらは同志か。あ、この方は全く。大丈夫なのか。幕府の密偵じゃないだろうな。大丈夫でしょう。あの方はとてもそんな感じじゃありません。本当か。君は人を見る目がないからな。やだな、そんなことありませんよ。三谷さん、早速ですがこれを。中に江戸の同志の名と集まる日時が書いてあります。これで全て出揃った。薩摩長州土佐をはじめとする諸国の急進派が一堂に会することができる。そもそも古い秩序を叩き壊して新しい秩序を作ろうというのに、古い秩序の枠の中に閉じこもっていて何ができる。つまりはボーイズビーアンビシャスだ。は？若者よ、志を大きく持て。はい。秋山君、いよいよだな。いよいよですね。そうだ、君に紹介したい者がいるんだ。すぐに連れてくるから、ここでしばらく待っていてくれ。新しい同志ですか。うん、ではすぐに戻ってくる。はい。野沢殿、今の話聞いておられました。ああ、いや
こえてはいたが、難しい話はわしにはわからん。野沢殿は今のこのご時世どう思います？今の幕府は腐っています。世の中動いているのにそれを見ようともせず、自らの保身しか考えていない。あの三谷さんは立派なお人です。あの人は世界を見ています。世界に目を向け心を大きく持てば、この国で起きていることなんて些細なことなんです。人は皆平等で自由で幸せになれるんですよ。今こそ我々は徳川幕府を打ち倒し、新しい世の中を作らねばならんのです。野沢殿、お願いがあります。我々の同志になってはもらえませんか？あなたは信用できるお人だ。目を見ればわかります。あなたが我々の同志になってくれれば心強い。なんだかそんな気がするんです。いやいや、そう簡単に人を信用しちゃいけねえな。俺はただの追いはぎだ。それにもしかしたら幕府の密偵かもしれない。冗談だよ。いやしかしどこ行っても同じだな。侍はみんな目の色を変えて血迷っておる。我々のやってることを愚弄するのですか？いやいや、そんなつもりはねえや。俺はただみんな興奮しすぎて冷静さに欠けてると言ってるんだ。秋山さんとか言ったな。おめえさんはまっすぐだ。素直で純粋で人を疑うことを知らない。好きだな。俺はそういうやつが大好きだ。好きだからこそ言うんだが、お前さんたちが進もうとしてる道、決してたやすい道じゃねえぞ。もとより私一人の命など大義のために捨てる覚悟はできております。こちらです。三谷さんが戻ってこられたようだ。キスト秋山信五郎、幕府に対する無本者め、様の罪は明白だ。それはお前が持ってきたものであろう。三谷さん、これは一体。三谷、ご苦労だった。約束通り幕府重臣を御神様に推挙しておくだ。はっ、ありがとうございます。秋山、悪く思うな。これで俺は幕府の使者として諸外国と交渉し、必要とあらば異国に行くことができる立場となる。それは幕府を動かす力が持てるということだよ。どうだ、素晴らしいことだとは思わんか。仲間を裏切るのか。切って捨てろ。ゲラー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 
てめえ。おめえの一番大切なものは何だ。出世か、それとも金か。黙れ。この俺が幕府の使者となれば何万という人間が救われるんだ。たかが一人の命だぞ。バカ野郎。あっあっ、やはり急進派の一味だったのか。違う、俺はただの用心棒だ。ああ、秋山さんとやら、お前さんが進もうとしてる道はこんなもんだ。人には命のかけ時ってのがあるんだ。お前さんが本当に戦うのはこれからだ。はい、ありがとうございました。ねえよ、礼には及ばんよ。用心棒は俺の仕事だ。仕事？あ、いや、あの今の私にはそんな大金は。もうもらってるよ。握り飯うまかったぞ。ありがとうございます。この街に吹く風は冷たく切なく、夢の光さえない。静かに散りゆく枯葉と共に、人の心もかしく散る。走った道